では、陽介山本選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりましたが、現在の心境というのを教えていただけますか？そうですね、初めての来陣なんで、まあ緊張もありますけど楽しみもあるかなって感じです。ありがとうございます。減量やコンディションというのも順調で？順調です。ありがとうございます。先ほどもおっしゃってたんですが、ライジン初参戦になるんですけれども、こうそのことによって周りから声がかかったりとか反響があったり反応があったりというのはありましたか？だいぶありますね。反響はすごい、もうインスタとかツイッターとかもすごい反響で、メッセージもすごいあるんで、まあ、頑張ってくださいっていう風にその答えれたらなって感じです。ありがとうございます。とこの、陽介大和という名前は本名なんですか？いや、本名は別なんですけど、ジムの大和ジムっていうのを取って、まあ第なんて言うんだろうな、一番最初めの大和ジムの選手たちが最初に大和っていう風につく選手が多かったんですけど、これからは 新世代みたいな感じで後ろに大和をつけようってなって、そうなんですね。陽介大和っていうか、陽介は本名なんですけど、その後ろに大和をローマ字でつけたっていう感じですね。大和哲也？そうです、大和哲也選手と同じジムでやってて。そしたら大和哲也選手もリングネームは、大和哲也選手はもう 初代の時からいるんで、もう初めの大和哲也っていう状態なんですけど、それ以外の新しく今 これから入ってくる選手だったり、今若手の選手はみんな最初に自分の本名がついて、後ろに自分の名前が、あ、ジムの名前がつくっていう形です。みんな引き継いでそういう名前になってる。お、なるほど、ありがとうございます。それでは、その、まあ、ジムの話もあったんですが、普段の練習環境で今所属されているジム以外で出稽古をされていたりとか、何かトレーニングされているとかあったら教えていただける範囲で教えていただけますか？まあ、フィジカルもやってますし、他のジムでスパーリングのをやらせてもらったりとかして、それも同じ階級じゃなく、いつもだいたい1個2個ぐらい上の選手とスパーリングとかやらせてもらってるんで、そうですね、まあその辺に関しては、まあ、そんぐらいかなって感じです。でも大和選手は70キロ、なんで僕自体はもともとがウェルターなので、いつもだいたい67とか66の契約なんですけど、今回はたまたま70キロの話が来たんで、まあ、大会的にも来陣なんで、まあ、出ていいかなって。じゃあその普段練習されてる方はだいたいみんな70キロとか70よりちょっと上とかぐらいの選手が多いので。はい、ありがとうございます。それでは今回の対戦相手の印象というのを教えていただけますか？そうですね、ライズとか、まあ、ライジンにも出てて、ライズとかにも出てる選手で、すごいアグレッシブで強いなっていう選手なんで、まあ、今回、まあ、僕とやるのも初めてですし、僕を今回対戦相手になって研究したのも初めてだと思うんですけど、まあ、いい試合になるのかなって、楽しい試合になると思うので、まあ、そうですね、パワーとかスピードが結構あるのかなってぐらいですね。その対戦相手のゆうや選手はやはりこう地元の大阪で試合するということで、ちょっと大和選手にとってはアウェイになってしまうかもしれないんですけど、ここでもしっかりご自身の解説です。そうですね、アウェイとかもあんま気にしず、もう自分のやりたいことだけ集中して勝ちにこだわろうかなって。ありがとうございます。あと今回、初めて、見る大和選手を見るという来陣のファンも多いと思うんですけれども、ご自身のどんなところを見せたいと思いますか？今までよりも、まあ、アグレッシブに戦うし、かなり動くと思うんで、まあ、その辺の気持ちの強さだったりとか、まあ、今回1階級上っていうのもあるんで、あ、階級下でもこんな強いんだなっていう風なところを見てもらいたいなって思ってます。ありがとうございます。ではご自身で今回の試合、どんな試合の展開になると予想していますか？多分ゆうや選手1ラウンドで仕留めてくるのかなと思うんで、
まあそれに付き合ってもいいんですけど、まあ1ラウンドで僕も倒せたらなって感じなんで、まあお互い KO 決着狙って戦うんじゃないかなって感じです。ありがとうございます。あの参戦するときに意気込みというか、そこでこうバチバチの殴り合いをするというようなコメントもあったと思うんですけども、はい、やはり得意なのはパンチ。そうですね、最近はもうずっとパンチなんで、パンチがもう今得意な感じなんですけど、そのバチバチに殴り合うっていうのも、多分ユウヤ選手は1ラウンドで結構ガンガン来るファイターなんで、まあそれに付き合った場合ガンガン殴り合うのかなって感じなんで、まあ僕も全然それに付き合ってもいいかなって感じなんで、そういう試合しようかなって感じです。わかりました、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それでは、続いて、フジテレビ鈴木アナお願いします。鈴木アナ聞こえますか？はい、よろしくお願いします。フジテレビアナウンサー鈴木と申します。当日実況担当します。よろしくお願いします。お願いします。あのすみません、まずバックボーンなんですけど、最初あの幼少の頃に空手を学んでいたというプロフィール書いてある、はい、この空手は何の空手ですか？普通の空手、なんて言ったらいいんだろうな。フルコンタクトですか、それとも寸止め空手ですか？あ、寸止めです。普通の、あ、寸止めの方だったんですね、はい。ただあのこれ長続きせずって書いてあったんですけれども、あのいつからいつまでやってたんですか？小学生の頃で本当 2,3 年ぐらいしかやってないんですけど、すぐ辞めちゃって、小学校2年生から4年生5年生ぐらいまでやってました、はい。でその後はあの格闘技系の競技というのはやってない？そうですね、それからはもう離れて、もう本当別の競技のスポーツずっとやってたんですけど。例えば、まあ、サッカーもやりましたし、野球もやりましたし、まあ、水泳とかもやったって感じ。まあサッカーが一番長かったかなって感じです。もう中学時代はサッカー部ですか？そうですね、サッカー部っていうよりもクラブチームでしたね。あ、そうなんですね。野球はどうやってやってたんですか？野球は小学生の頃にそういうリトルリーグっていうかクラブチームに入ってて、野球少年団みたいな、それを4年生から6年生までやってて、もう中学校から空手やめた後ってことです。空手と継続しながらやってて、はい、で空手はやめちゃってもう野球だけになったって感じです、その時に。で、あの中学の時はクラブチームでサッカーをやったと。そうですね。水泳もやってたと。水泳は小学校のスイミングスクール習っとったぐらいなんで、はい、まあそんなにって感じですけど、うんうん。あのただその後あの少年に入られた経験がありますね、はいはい。でその後あの少年に出られた後にあの大和ジムの門を叩いてキックボクサーとして構成を目指すようになったというふうに書いてあるんですが、はい、ご自身の心理上これどういう変化があったんでしょうか？変化っていうよりももともとその、はい、もともとその格闘技は大好きだったんで、ずっと、はい。で、その少年院入る前からその昔で言ったら K-1 の正人選手とかの試合とか見てて好きだなって、やりたいなと思ってて、その先輩からとかの声で大和ジムに入ったらっていう風で大和ジムの門叩いて、で、大和ジムで練習するようになって、で、プロになりたいなと思ってプロになりました。その先輩というのはあの選手ですか？いや、もう全然全く選手ではないんですけど、選手の人たちとつながりのある先輩とかの人に誘われて入ったって感じです。なるほど、そういうことなんですね。で、今回あのユウヤ戦ですけれども、ユウヤ選手とご自身で自分が上回っている部分っていうのはどういうところだと思いますか？スタミナと、もうアグレッシブさじゃないですかね。ユウヤ選手も結構あると思うんですけど、多分僕の方がアグレッシブさはあるのかなって、はい。あと スピードも、まあ多分階級が僕の方が1個下っていうのもあるんですけど、多分その面では僕の方がスピードもあるのかなって感じです。あのフィニッシュの形っていうのはイメージできてますか？フィニッシュの形はもうイメージは大体できてます。あ、
やっぱり KO ですか。そうですね、KO で行きたいなと思ってます。はい、まあ、さらに6月にあのメガイベントがありますけれども、はいはい、こちらの大会に関しては涼介アブ選手は意識されていらっしゃいますか。いや、もうだいぶ意識してますね。それはやっぱ出たいなと思ってるんで、でそのこの前一番最初の出場選手発表の時もそういう話が出てたんで、そこ狙って一応戦いは準備もしてるかなって感じです。戦いたい相手って言いますか。戦いたい相手ですか。はい、特に別にこれといってこの人と戦いたいっていうのはないんですけど、まあ強い人とやりたいなって感じです。あのもう現時点で NJKF のチャンピオンでもありますが、はい、あのこれから先までご自身の見据える目標というのがあれば教えてください。そうですね、 NJKF のチャンピオンになって次 WBC があるんで、それを取って、まあ、仮に優也選手をここで倒しとけばライズにも声がかかるので、ライズのベルトも狙っていきたいなっていうのもあるんで、そうですね、ライジンもこれから今回出たんで今後とも出れるといいなと思ってます。なるほど。ちなみにあれ WBC の試合ってもう具体的に決まってるんですか。そうですね、まあ、とりあえず NJKF の防衛をしてから次 WBC のタイトルのチャンスって感じなんで、その防衛が終わらないと多分組めないと思うので、多分今年中には WBC のタイトルできるかなって感じなんで。階級は、階級はウェルターになるんで 66.6 ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。追加でご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それでは海外実況の方から質問させていただきます。はい、よろしくお願いします。で、普段はウェルター級で戦っていて、今回ミドル級の契約だということなんですが、これミドル級で戦うのは初めてですか。そうですね、初めてです。実際に、どういうところが違うっていうふうに予想しますか。予想ですか。体格か、体の大きさとか、まあパワーももちろん向こうの方が少し上なのかなっていうのはあるんですけど、まあ、さっき言ったように練習でもそういう選手と練習はしてるので、そんなに驚くほどのパワー差は出ないかなって感じですね。でもそこに合わせたスパーリングパートナー、重いスパーリング、スパーリングパートナーと十分にやってきたと。そうですね。ということは、まあ、今回減量はそんなにきつくない。まあまあそんなにって感じですね。いつもよりはきつくはないんですね。先ほどあのおっしゃっているように、もし優也選手を倒してもしかしたらそのライズから声がかかるかもしれないというふうになるんですが、その時こうライズでやるとしたらウェルターでやりたいのかミドルでやりたいのか。ウェルターかなって感じですね、僕は。